23日水曜日、おはようアメリカ、松尾のり子です。さて、日本では関東地方を中心に大雨注意報が出されまして、だいぶ雨心配されていたんですけど、今日はほとんど雨も降らずに春らしい陽気が広がって、グイスの声も聞こえているということです。さて、一方アメリカの方なんですけれども、北東部を中心に雪など降っておりまして、なかなかこちらも春の足音聞こえないんですが、北東部明日は少し暖かくなりそうです。まずは今日のニューヨークの天気からお伝えいたしましょう。今日ニューヨークは曇りの予報となっております。気温が46度から49度、摂氏8度から9度と昨日よりちょっと暖かいですね。ロサンゼルスは時々曇り、気温が55度から70度、摂氏13度から21度。そしてサンフランシスコですが、今日は曇りでしょう。気温は53度から63度、摂氏12度から17度でしょう。ではスーパータイムニュースの今日の主な項目です。家庭訪問に訪れた中学校の教師が殺害された事件、親に追撃されることを恐れた教え子の犯行と分かり、警視庁はこの中学2年生を逮捕する方針です。宮城県塩釜沖でフィリピンの貨物船が転覆した事故、1人が救助されただけで15人が死亡、6人が行方不明という惨事になっております。近い未来のジェット旅客機として開発中のエストール実験機アスカ、今日着陸してから止まるまでが320メートルという驚異的な短距離着陸。今日は悲しいニュースがたくさん入っております。まず最初のニュースですが、東京新宿で家庭での相談に訪れました3人の先生を刺し殺し、逃走している少年が間もなく逮捕される見通しです。事件の背景には外国から帰化した児童生徒、それに中国からの帰国子女の子弟らが抱える様々な問題があるようです。はい、生徒思いの熱血先生が教え子に殺されるというショッキングな事件に、新宿区立四ツ谷第一中学校の関係者は複雑な表情を隠しきれない様子です。この事件は昨夜、新宿区若葉1丁目のアパートで四ツ谷一中の2年生の担任小沢淳さんが、教え子で中学2年の16歳の少年に左胸など3箇所を文化包丁で刺され死亡したものです。警視庁では現場から逃走した少年の行方を追っていたところ、今日昼前、千葉県浦安市の友人宅でこの少年を発見、間もなく殺人の疑いで逮捕する方針です。調べに対してこの少年は、学校を無断で休んだことを先生に怒られ、留守中の母親に告げ口されると思い、一時的にカッとなってテーブルの上にあった包丁で先生を刺したような気がすると話しています。この少年は4年前に台湾から帰化し、去年4月四ツ谷一中に転入しましたが、日本語はうまく話せず、クラスの中にも溶け込めないため、小沢先生は日頃から熱心に相談に乗っており、昨日も少年の方から相談に来てほしいと先生に電話をかけて呼んでいたということです。クラスでね、何人かの女の子が、給食を A 君が配ったら、A 君になると嫌だと、そしてね、小沢先生がね、ものすごく厳しくそこでね注意してるんです。それで、ね、1回だけそれがあって、もう事後ないんですよ。だってカッとなれば怒ると思うけど、そういう時は時々あったような気がしたけど、異常っていうことはあんまり感じられない。あ、そう、無差別に暴力振るってことはないと思うけど、なかった。まあ親の口から言うのもなんですが、教師としては僕より上だったんじゃないかなと思うんで、本当に残念です。学校の教師が最前線で体を張らされてるというのが今の日本の教育の情勢だと思うんですね。本当はもっとたくさんの人が体を張らなくちゃいけないと思うんですよ。例えば親が、社会が。海外からの帰国子女に詳しい東京学芸大学の西村助教授は次のようにお話になっています。日本的な教育を一旦離れて、子どもにこう時間を与えると、で、まあ、待ってやると、そういうことが大事だと。日本ほどこう激しい競争社会というのもないわけですから、海外生活経験というのはハンディキャップというか、何にも利するところがないような結果になるわけです。まあ、今の先生方のお話にありましたように、このような悲劇が二度と起きないためにも、やはり今日本もね、国際化しているわけですから、はい、そういう子どもたちの心のあるその受け入れ体制、もっと制度化してもよろしいのではないでしょうか。本当に言葉のハンディキャップってのは大きいですね。だから文化のギャップというのも大きすぎますからね、それを小さくする努力をやっぱり国やっぱりしないといけませんね。社会でですね、みんなで手を合わせてやっていかなければいけないのではないでしょうか。はい、次です。
昨夜大しけの宮城県塩釜港沖で起きましたフィリピン船籍の貨物船転覆事故は1人が救助されただけで15人が死亡、6人が行方不明になるという惨事になっております。現地から中継でお伝えいたします。転覆しましたから22時間余りが経過いたしまして、果たして生存者がいるのかどうか微妙な段階を迎え、対策本部にも焦りの色が濃くなってきております。この事故はフィリピン船籍の貨物船キャプテントレーダー号6812トンが鉄材4000トン余りを積んで函館港から塩釜港に向かっている途中、昨日夜8時ごろ塩釜港近くで転覆したというものであります。22人のフィリピン人の乗組員のうち甲板長1人が今日午前0時過ぎ救助されましたが、これまで15人が死亡し6人が依然行方不明となっております。これまでの状況から今回の事故にはいくつかの謎が浮かび上がっております。それは昨日午後3時ごろにはここからおよそ30キロ離れました牡鹿半島南側の湾に避難することを無線で伝えているんですが、なぜか塩釜港に向かっている点、そしてもう1点は転覆現場付近が、それほど海の難所とは言われているところではないのに7000トンクラスの船がなぜ簡単に転覆してしまったのかという点です。救助された甲板長が話したところによりますと、転覆した当時全員が船の外に出ていたということでして、全員が海の外に投げ出された可能性があるため、今日は徹夜で捜索活動が行われることになります。以上、塩釜でした。まあ、1人が救助されただけという大変悲しいニュースですね。そうですね、感じですね。はい。次のニュースです。中学校の先生が食堂の経営者夫婦を包丁でめった刺しにして殺す事件がありました。今朝早く兵庫県淡路島での事件です。終業式を明日に控えた中学校の数学の教師が早朝、見も知らぬ2人を文化包丁でめった突きにして殺したこの事件は、日頃静かな淡路島の町に衝撃を与えました。事件の現場は兵庫県津奈町静木の丸中食堂です。今朝4時半ごろ、経営者の中博さんと妻の恵美子さんが胸や背中などを刺され血まみれで倒れているのを近所に住む長男が見つけました。通報で警察官が駆けつけたところ、中さん夫婦はすでに死亡していましたが、近くで返り血を浴びている男を発見。この男が犯行を認めたため殺人の現行犯で逮捕しました。逮捕されたのは青壇町立三原中学校の数学担当教師原千尋容疑者で、調べに対して電話を借りようと店に入ったら店の人が木刀のようなものを持っていたので殴られると思い店にあった包丁で2人を刺したと供述しています。しかし警察の調べでは店内から木刀は見つかっていません。原容疑者は昨日病院の精神科で診察を受け、昨夜は薬を飲んで寝たそうですが、寝つかれず午前3時ごろ車で家を飛び出していました。校長の話では原容疑者は内向的な性格で協調性に欠けるところがあったということです。もう全く予想もせんことでね、もう思うよとか、もうびっくりしてなくて、もう先生をしておる者が人を殺めるというようなことをね、どういう精神状態だったんかなというな、私たちの今後の税金の在り方を審議しております自民党の税制調査会は今日総会を開きまして、抜本的税制改革の柱となります新型間接税の論議をスタートさせることを決めました。自民党の税制調査会は税制の抜本改革についての実質審議を開始して2ヶ月目にして、ようやく最大の焦点である新型間接税論議を始めることになりました。
今日の総会では山中会長からこれまでの審議経過を説明した上で、来月5日から10日間にわたって関係業界300団体を呼んでヒアリングを行う予定を報告、その了承を得ました。このヒアリングは売上税の挫折を踏まえ、新型間接税についてその論議が白紙の段階から関係業界の要望を反映させていこうというもので、売上税反対の理由や批判のあった非課税品目などについて業界の意見を聞くことにしています。説明を受けての質疑では、政府税調がすでに新型間接税の試案を示すなど、その論議が先行していることについて批判や不満の声が出ましたが、山中会長は政府税調の論議に拘束されず、党の主体性を持って今後の論議を進める考えを強調しました。自民党税調では今後、関係業界からのヒアリングを踏まえて新型間接税の具体案作りに着手し、この国会終了後の6月上旬をめどに税制の抜本改革案を取りまとめる方針です。ところで、政府税制調査会の方の直接税部会は今日、所得税相続税の減税案を柱としました改革案の素案をまとめました。まず所得税は現在行われております現行の12段階を6段階に減らし、サラリーマンの重税感を和らげているほか、給与控除の引き上げも盛り込んでおります。また法人税の基本税率の引き下げや相続税の減税を求めておりますが、これら減税の総額は示されておりません。これに対して不公平税制の是正は医師優遇税制の見直しを求めているものの、キャピタルゲイン課税は具体的な課税策は示しておりません。また所得隠しの批判の強いみなし法人課税制度も改革の方向は出ておらず、中途半端なものとなっております。自民党政府両方の税制調査会、そうですね、ゆっくり見ていきたいですね。ますます具体的な論議が必要とされるようですね。日本の空を飛ぶエストールです。短い滑走路で離着陸ができるエストール実験機アスカが初飛行から2年5ヶ月目で今日初めて本来の性能を発揮しまして、着陸してから止まるまで320メートルというびっくりするような短距離での着陸試験に成功しました。後ろのあの機体が今日エストール能力を実証してみせたアスカです。今日の岐阜地方は北の風が少し強いんですが、アスカは午前11時予定通りこの岐阜県各務原市の岐阜飛行場を離陸しました。地上滑走は390メートル、あっという間の離陸でした。エストール実験機アスカは去る52年から科学技術庁航空宇宙技術研究所が開発してきた短距離離着陸実験機で、60年の10月に初飛行に成功しています。主翼の上に国産初の民間用ファンジェットエンジンを搭載し、このエンジンの排気の流れを利用して高い揚力を得るという新しいシステムを採用しています。これによって急角度でそしてゆっくりと離着陸ができ、したがって滑走距離も従来のジェット機に比べて半分程度で済むというわけなんです。アスカは初飛行に成功した後、失速試験やエストール形態での飛行試験を行い、今日のテストフライトとなったものです。今日のテストフライトでは、飛行場上空を4発ジェット機とは思えないほどのゆっくりとしたスピードで旋回や上空通過を繰り返し、11時40分短距離着陸を行いました。着陸の速度はおよそ130キロ、地上滑走は約320メートル。アスカのエストール能力を見事に実証しました。少し風ありましたけれどもね、降りる時にはほとんど停滞風でして、進入中の姿勢も非常に安定してましてね、接地の時もほとんど通常と変わらないような、安心して着陸できました。このアスカと同じ方式のエストール試験機、実はアメリカとソビエトでも作っております。しかし大きさ性能から見ますとアスカが一番優れております。そして搭載しております国産初のファンジェットエンジンと合わせまして、日本の航空機開発能力を示すものとして今内外から注目されております。広い場所が取りにくい日本などでは大変便利だと思うんですが、いつ頃で実用化になるんでしょうかね。そうですね、この映像を見るにつけてやっぱりアスカっていう名前よくつけたなっていう感じしますね。そうですね、はい。
次です。富山県魚津市にあります漁業協同組合で経理に不正があることが分かりまして調べたところ、女子職員とその上司にあたる金融課長が別々に合わせて1億8000万円を着服していたことが分かりまして、警察で捜査を始めました。心からお詫び申し上げます。蜃気楼の町として知られる富山県の魚津市、この魚津市の魚津漁業協同組合の金融課の課長と女子職員がそれぞれ1億円と8000万円余りの横領した事実が今日明らかになりました。横領した女子職員は魚津漁協金融課の米田康職員50歳です。これまでの漁協や県農業水産部の調べによりますと、昭和40年から60年までの間に漁協婦人部が集金した灯油などの代金合わせて8000万円を着服していたものです。そして今月10日に県の検査を実施しようとしたところ、今度は上司の大野義弘金融課長59歳が検査当日から姿が見えなくなり、不審に思った漁協が調べたところ、書き換え済みの古い定期預金証書を利用して架空の担保貸付を起こし、現金を引き出して横領していた疑いが出てきました。金額にして1億円余りを着服したのではないかと見られています。これから本格的なホタルイカ漁のシーズンを迎える静かな町魚津、2つの相次ぐ横領事件、漁業関係者に大きな衝撃が走っています。まあ、なんという職場でしょうかね、職場でのモラルのね、この低下というんでしょうか、なさというのがすごく目立ちますですね。ひょうたんから駒というあのことわざが当てはまるかどうかですが、警察もびっくりしたでしょうね、これ。はい、以上失礼いたしました。以上、スーパータイムニュースをお伝えいたしました。コマーシャルの後は、アメリカネットワークニュースです。アメリカネットワークニュースの時間です。まず最初のニュースです。レーガン大統領の拒否権発動によって議会に差し戻されておりました公民権法案が昨日上下両院の投票で再可決されました。連邦の補助を受けている機関全体に適用することを骨子にしたものです。この公民権法案の投票を棄権したドール上院議員は、選挙運動中であるウィスコンシン州で地方ラジオ局の番組に出演し、最初はレーガン大統領の拒否権を無効にする方に賛成していると語りましたが、その後自分が決定票を握っているとすれば大統領に味方すると語り、それによって政府に対して法案を手直しする機会を与えることができるだろうと付け加えました。一方、ブッシュ副大統領は法案は不十分で修正を要するとして、これまで通り大統領の拒否権行使を支持する考えを繰り返し、大統領に協力すると強調いたしました。さて、シュルツ国務長官とソビエトのシュワルナゼ外相は昨日朝から戦略核兵器削減問題を中心に6時間以上に及ぶ会談を行いました。この日の午前中の会談では、双方各専門家グループによって戦略核兵器協定が実現した場合、どのようにして双方が協定違反を監視するかなどの話し合いが行われました。ソビエトのシュワルネゼ外相が報道陣に話したところによりますと、春に予定されている米ソ首脳会談までに戦略核兵器削減協定が合意に達する可能性はあまりないが、今回の米ソ外相会談によって新たな進展が見られるかもしれないと述べています。会談後、シュルツ国務長官とシュワルナゼ外相は新しく設置されたワシントンとモスクワを結ぶ宇宙衛星による通信網を利用した核戦争危機削減監視センターの落成式に参加いたしました。この監視センターを利用してアメリカとソビエトは核兵器および部隊の移動の情報、また戦略核兵器協定の監視、
そして政治的なメッセージなどの情報交換を行う予定になっています。シュアレナズ外相は明日モスクワへ帰国する前にレーガン大統領と会談する予定になっており、その会談で春の米ソ首脳会談の日程が決定されるものとみられています。さてレーガン大統領は昨日コントラ援助への要請を続けるために議会に出席いたしました。しかし大方の見方によりますと、今月初めに下院でコントラ援助が否決された後だけに援助の方法が問題になるだろうと予想されています。上院ではすでに準備されている軍需品の発送は認めるが、新たな軍需援助は認めないという提案が現在出されています。しかし政府はこの上院での提案も他のコントラ援助計画も認めておらず、どのような形で援助が行われるようになるかは現在行われているニカラグアでの会談にかかっていると述べています。そのニカラグア政府と反政府との2日目の会談が昨日ニカラグアで行われました。この会談で双方が和平案を提出し、一時停戦が延期される見通しが強くなりました。9項目からなりますサンディニスタ政権の和平案は3ヶ月の停戦を提案するとともに、ニカラグア国内におけるコントラの政治活動を認めるという内容になっています。一方7項目からなりますコントラの和平案は政治犯の完全恩赦と言論の自由を保障すること、それを条件に30日間の停戦を実施すること、またこの期間中に永久的な停戦に向けた交渉を継続することを提案しています。しかしコントラ側はこの交渉をあまり当てにはしておらず、和平交渉の結果がどう出るにしても活動基盤の安全を確保しようとしている模様です。さて4月3日日曜日より郵便料金が値上げされ、現在の封書基本料金が22セントから25セントに値上げされることになります。普通の家庭では現在1年間に65ドルを切手代に使っておりますが、この値上げによってこれまでにより年間およそ 10% 支出が増えることになります。このほかはがきは 15セントに、そして小さい小包は24セント値上がりして1ドル43セントになります。郵便局では切手の切り替え期間に使用するためにおよそ60億枚の e スタンプを発行し、窓口をはじめ電話での売り出しも行っています。しかし郵便代の値上がりで郵送によって大きな利益を上げている週刊誌などの値上げが予想されており、すでにある一部の週刊誌は値上げを発表しております。さてパナマのニュースです。ノリエガ将軍に反対する勢力は辞任について話し合いをしたいとする将軍からの申し入れを問題外だとして拒絶し、昨日も将軍の追放を求めるゼネストを続けました。およそ 90% の店と工場などが閉鎖したまま2日目を迎えたゼネラルストライキはその支持をますます広げている模様です。アメリカからの経済的な圧力によってパナマの通貨であるアメリカドルの供給が激減し、パナマの経済に大打撃を与えています。現在は食料不足が発生し、賃金が支払えないという理由でたくさんの失業者が出ています。一方未だに身を隠しているデルバイエ大統領は録音したテープによって世界各国にパナマに対する人道的な援助を要請いたしました。今後も食料不足は続くと思われており、特に子どもたちの間に広がっている飢えは深刻なものになると予想されております。さてこのようなゼネラルストライキによりほとんどの商店閉まって食料を手に入れるのが大変だということなんですけれども、町の市場などでは野菜や果物を買うことができるそうです。私たちニューヨークの SCI のスタッフがパナマに行っております。竹尾レポーターによるレポートをお送りいたします。市民十字軍の呼びかけるゼネストが始まってからパナマ市内では町の大きなスーパーマーケットから個人経営の小さな商店までそのほとんどが店を閉めてしまいましたが、
下町にある市場はご覧のように買い物客でごった返しています。ここに並んだ野菜や果物、肉、米などはパナマ国内で生産されているものです。値段は一般のマーケットに比べて2割から3割安。ちなみにトマトや玉ねぎが3つで1ドル、約130円といったところです。この市場に足を踏み入れて、いろいろな食べ物の混ざった匂い、売り子の大きな声、客の笑い声など、世界中の下町に共通するであろう庶民的な活気に包まれていると、新聞やテレビなどで報道されるパナマの深刻な情勢がまるで嘘のように感じられます。しかし店の人の話を聞くと、売り上げが確実に減っていること、またノリエガ将軍に対する愚痴っぽい批判などが次々に返ってきて、夢の世界から一気にパナマの置かれている厳しい現実の世界に引き戻されてしまいます。はい、武雄さんの話によりますと、日常生活が送れないほど危険がいっぱいという感じではないそうなんですが、パナマにあります日系企業の駐在員たちは、次々にパナマを離れているというそうです。以上、アメリカネットワークニュースをお伝えいたしました。コマーシャルの後は、産経経済情報です。衛星中継おはようアメリカ。日本のニュースはもちろん、最新の経済情報にスポーツニュース、そしてアメリカの国内ニュースなど日本語で、月曜日から金曜日まで朝6時から7時26チャンネルで放送しています。では産経経済情報です。まずは23日の東京外国為替市場の円相場ですが、1ドル127円を挟みます。落ち着いた動きとなりました。市場には日銀の介入に対する警戒感が強く、このため取引も慎重で、証券会社や生命保険会社のドルの売り買いが中心となって相場を動かしました。終値は1ドル127円15銭となりまして、これは前の日に比べて8銭の円安ドル高でした。出来高は34億6200万ドルでした。なおロンドン市場は今朝126円80銭から90銭で始まりまして、現在のところ126円90銭から127円ちょうどで取引が行われております。続きまして、東京株式市場は為替相場の落ち着きを好感して買いが広がり、全般に上昇ムードとなりました。前場は高値を続けている鉄鋼株や造船株が買われ、5場では薬品や機械株が堅調でした。平均株価は2万5895円23銭で、前の日に比べて52円48銭の上昇。出来高は10億株と活発な取引でした。以上、産経経済情報をお伝えいたしました。続きまして FNN スポーツニュースです。さて続いてスポーツです。まずはプロ野球ですが、昨日雨で太陽南海戦中止になってしまいました。オープン戦、今年目につくのは太陽の快進撃。ここまでオープン戦勝率8割1分3厘とオープン戦ではありますが、首位が確定しております。そこで小葉監督にお話を伺いました。立てるようになったというのは、やはりそれだけみんながね、やれるようになったということにつながると思いますけどね。今年はやっぱり新人もね、はい、結構いい、素材のね、選手たちが入ってくれてますね。ですからその新人と、それとまた若い人たちが少し去年よりも伸びてきたと思いますね。でも、うちのね、野球っていうのはやはり足を使った野球っていうのがもう一番なんですね。ホームランをね、どんどん打ってくれるバッターそういないわけですから、ポンセ以外そういませんね。ですからあとはね、どういうふうに足を絡まして得点圏内に持っていくかというのがもう一番ですからね。そういう面での野球というのはね、うちはできつつあると思ってますね。まあ、太陽というのは伝統的にですね、大味な野球などというふうに言われていたんですが、小葉監督がどういうふうにその大味な野球を足を使った緻密な野球にしていくか、これがやはり、見てる方では楽しみでもあります。さて続いては若さでアタック、春の高校バレーです。2日目の昨日は男女とも2回戦まで行われまして、女子の2回戦、昨年の優勝校仙城対岡崎女子の試合、ご覧いただこうと思います。しました。
今日は落ち着いたトスを上げてますね。ブロックは弾きました、はい、16対15、岡崎女子高校セットポイント逆に取りました。5番の稲垣ひろみのサーブ、ネット上の争い、オーバーネットですか。天井高校にオーバーネットありまして17点目が入って17対15で岡崎女子高校が第1セットを取りました。1番セッターの大下、サウスポーのサーブです。笹竹コースに入っております山本、そして中央から江川、江川が押し込みました。第2セットは逆に前年度優勝の天井高校が15対6で取りました。さあ天井マッチポイントです。14対9、大下のカーブ、オープンに回してキャプテンクロス、ちょっとトスが流れましたが三好、キャプテンのストレートはブロックした。最後は天井のその良さが出まして15対9で取りました。セットカウント2対1で前年度優勝の天井高校が準々決勝へ駒を進めたわけであります。さて昨日の結果をまとめてお伝えしましょう。まず男子1回戦残り8試合の結果です、この1回戦では強豪順当に勝ち進んでおります。さらに男子の2回戦です。創成二高は順当勝ち、東亜学園も2回戦突破です、残り4試合ですが、昨年優勝校東海大四高が姿を消すという波乱もありました。連覇はなかなか難しいんですね。続いて女子の2回戦8試合の結果です。初出場の四国、そして熊本親愛女子、共に嬉しいベスト8入りを果たしています。昨年インターハイ準優勝の旭川実業も貫禄を見せました。これで男女ともベスト8が出されまして、いよいよ今日準々決勝が行われます。はい、ではここでいつものように大相撲春場所11日目の主な取り組みの結果です。逆鉾高見杉は寄り切りで逆鉾、小錦と近沢突き出しで小錦、朝日富士朝潮は送り出しで朝日富士、大野国両国は寄り切りで大野国、北東海北天雄は突き落としで北東海と、北東海が1敗を守っております。以上スポーツニュースをお伝えいたしました。コマーシャルの後は特報コーナーです。国語の授業に詩の朗読や昔話の朗読を入れて子どもたちから大変に人気を呼んでいる学校があるそうです。今日はその授業の模様レポートいたします。いるかいるかいないかいるか、いないいないいるか、いつならいるか、夜ならいるか、またしてみるか、いるかいないかいないかいるか、穴の野の花穴の七に夏菜の花名もないの花、オウムの前を通るときオウムの方からこんにちは、オウムの前を通るとき今度は私がさようなら、オウムは済まして知らん顔。やりましたね。お聞きいただきましたようにこちらの子どもたち1年生でもこういう短い詩だったらいくつも暗唱できるんです。こちら東京中野区にあります谷宮小学校です。こちらでは国語の教育、特にこういった詩や物語の音読に大変力を入れて取り組んでいるんです。こうした教育は正しい美しい日本語をきちんと身につけてもらいたいとの願いで去年から始まったものですが、教室の黒板を前に先生が一方的に指導するといった決まりきったやり方だけではなく、子どもたちにも楽しく積極的に学んでもらおうとさまざまな工夫がされていまして、その成果はかなり上がっているようです。これがね、一番難しい。
一方こちらは1年生の授業です。まだ子どもたちが小さいため、まずはさまざまな言葉に親しんでもらうのが先決と、とにかく簡単な詩を一人一人が音読することに重点が置かれています。火曜日怒ってる、カッカ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 怒ってる、水曜日遊んじゃう、ニコ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 遊んじゃう、お日様と一緒、パパと一緒。はい、よし、はい、ここ最後よ。今までの国語の授業では、図工の授業のように子どもたちが自分の手で何かを作り上げる、やり遂げるといった達成感、満足感を味わいにくいという欠点がありますが、それを補うのがこのシールです。うまく読めれば先生に褒めてもらえてシールがもらえるわけで、子どもたちはこれを目標に頑張るようになっています。初めに母さん取り込む、そうそうそう、明日の方へ消えちゃった。ピョン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 。はい、上手。はい、それではね、まだまだやりたい人いっぱいいるけれど、これでおしまい。はい、じゃあまた続きやりますからね、また言ってください。はい、残念でした。お席へ戻ってください。先生、2時間目もやんでしょ。2時間目もまた、お帰りの席。今言ったのは鬼のおにぎり。意味は難しくなかった？意味、うん、全然知らない、わかんない、全然わかんない。これか、カッパ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 ラッタカッパラッパ、読めないわ私。カッパカッパラッタカッパラッパ、一パカッタカッテキッチ食った。違う、1番の方、2番の方、この人に持ってきました。カッパカッパラッタカッパラッパカッパラッタ、そっちってだ、カッパナッパ買った、カッパナッパ一歩買った、買って切って食った。どういう意味だ、カッパが何したの？カッパがナッパをカッパラってナッパを買って食べてた。これ一遍見た時にすぐ意味わかった？うん、ちょっと今のキリ時間にも超えた子供たち集まってくるんですか？もうね、ちょっとでも時間があるともうやりたくてやりたくてね、給食の時とか授業中でもね、ちょっと何か問題なく終わりますでしょ。そうするとやれるとかって言って、すぐもう大好きなね、もうシールもらうのが本当に嬉しい。そうなんですね、こんなちっちゃな。何を？あ、もっと？あ、他のね、もう終わっちゃった子がいるもん。あ、はい、音読指導を始めようとされたのはどうしたなんでしょうか？はい、子どもたちはですね、案外読む力がついていないんです。たどたどしい読みをしたり、飛ばし読みをしたりすることが多いんですね。ですからやっぱり正しく読む力を培いたいと。もう国語教育っていうのはですね、難しい理屈は抜きにしてスラスラ読めること、これはもう大事だと思うんです。で、音読をきちんとしますと、これは全ての教科のね、基礎ですし、正しく読む力があれば他の教科の理解も早いわけですね。この沼地には以前から秋になるとたくさんのガンの群れがやってきました。あの小さい頭の中に大した知恵を持っているものだわい。翌日も、そのまた翌日も、同じようなことを繰り返しているうちに、ガンの群れはそこを一番気に入りの餌場とするようになりました。いよいよ戦闘開始だ。仲間を連れて
沼地にやってこいよ。そして俺たちはまた堂々と戦おうじゃないか。覚えるの難しくなかった？みんな一生懸命練習したからね。うん、こういうふうにみんなで大声出してこうできるって楽しい。楽しい、すごく。国語は前から好きでした？そんなにまで、うん、前と今とどっちが国語が好きになります？今の方が国語好き。はい。人前に出ると声が小さくなる。気持ちを伝えたいのに大事なことが抜けていたりする。日本語を的確に使うって難しいって本当に毎日思います。もう表現力を育てるっていうのは紙と鉛筆ばかりではありませんね。こうして楽しみながら体で覚えていく国語の教育、こういった工夫がどんどん広がっていくといいですね。カエルのぴょん、飛ぶのが大好き。はじめに母さん飛び越えて、それから父さん飛び越える。ぴょん、カエルのぴょん。さあ、それではレッドリレーに参りましょう。ですね、今日は熊本からです。平浜さん。はい、熊本です。去年の12月このコーナーで農作物に被害を与えている野生猿の話題をお届けしましたが、覚えていらっしゃいますでしょうか。21日この猿を捕獲する作戦が実施されました。この話題です、どうぞ。ご覧いただいているのがこの野生猿なんですが、たくましいですね。南阿蘇の外輪山一帯の野生の猿はほぼ300匹で、5つのグループに分かれていると言われています。ところがこの猿たちは、釘の村の人たちが丹精込めて作りましたトウモロコシやシイタケを食い荒らし、去年はおよそ2000万円の損害を与え、農家の人たちの怒りを買いました。そしてついに餌付けされた挙句、一網打尽となったわけなんです。この日捕らえられた猿は39頭で、農家の人たちはボス猿が入るまで1時間も粘っての成果だったということです。しかし猿の方にしてみれば、植林が進みまして原生林が減り、餌不足で人里に餌を求めざるを得なかったようです。捕らえられた猿は観光用として29匹が引き取られ、残りは引き取り手があるまで村で管理することになっています。わあ、逃げようとね、必死で、ちょっとかわいそうですけどね。気もしますよね。はい、とにかくこの捕獲でこれまで保たれていました人と猿の関係は崩れてしまったことになります。ある学長は、どうして猿を捕獲するのか、国や県はもっと考えるべきではということでした。自然界と人間社会のバランス、本当に難しい問題ですね。そうですね。捕らえた時のやったっていう声とね、逃げようとする猿ね、なんとも難しいですね。さあ、はい、熊本からのレポートをお送りいたしました。さて、先ほどなんですが、2月の消費者物価指数 0.2% の上昇、また87年の第4クォーターの GNP が 4.8% 上昇と発表されまして、双子の赤字を抱えるアメリカの経済、それほど悪くはないといった状況です。さて、サンフランシスコの今日のお天気なんですけれども、今日は曇りの予報となっております。気温が53度から63度です。ロサンゼルス、ニューヨークはご覧の通りです。では皆様、今日も一日お元気でお過ごしください。